はい、皆さん毎度毎度。美容室を利用するお客様を勘違いさせてしまったり、従業員に大きな負担をかけた結果の離職を生むので何とも言えません。安定した人材確保と技術育成が常にうまくいくのかは疑問ですね。実際の現場ではどんなお客様に対して求められる技術力や接客の比重が料金と見合っているか、従業員の労働環境や給料に見合っているか、見合ってないよ。結局薄利多売の高品質を安売りする店舗拡大モデルは長期的には破綻しそうな気もします。破綻したくないから大物 YouTuber とタイアップしたり、広告宣伝ね、力入れて、まあ有料5人ギリギリのことを言って集客しようとしてんじゃないの。まあ、男性っていうのはさ、適当に切ってやれば OK ってとこあるでしょ。それこそお昼ご飯なんかね、餌食ってる感覚で OK みたいなね。でも美容室のね、カットっつうのはね、やっぱり髪の毛がやたらと多かったりね、ショートのおばちゃんなんかももっと繊細なね、長さを要求してきたりね、やっぱり薄利多売短時間でちゃちゃって切れるような感じじゃないんだよね。でもユニクロってね、どうなの？女の人はやっぱり島村じゃないの？ユニクロはやっぱりちょっと男性、っぽい気がすんだよね。機能優先通の。まあ、それで良ければ、ユニクロ行ったついでに何か女性も買ってしまうかもしんないけど、やっぱりファッションセンス的なこと言ったら、島村の方が色々あって、上じゃねえかなと思うんだけど、これ皆さんどう思う？女の人はね。あと、カラー専門店の拡大ね。これはちょっとユニクロっぽいよね。まあ、色をうるさい女の方もいるけどね。まあ、そんな適当に色揃えといて染まれば OK みたいなね。でね、カラー専門店にアートスティックがあるかったら、アートスティックはないよね。まあ染まれば OK、 ただ単に白髪が隠れればいいみたいなね。まあアートスティックって言ってもね、美容業のカットってさ、切りすぎちゃダメなんだけど、ギリギリ長さを残して切りすぎて、減らしすぎてないと OK が出ない場合あるよね。毎月切ってるおばちゃんカットの場合は別だけどね。美容業界で勝ち残っていくには美容料金だけを収入のメインにしない方がいいかもです。 YouTube 頑張ってみます。YouTube ね、昔はなんかもうちょっと簡単に儲かったような気すんだよね。今はね、やっぱり厳しいね。カット一人やとかよっぽど儲かるよ。YouTube でね、1日2500円儲けようなんつったらね、すごい大変だよね。カット一人だったら本当簡単だよ。はい、カットみんなでね、頑張って仕事しましょう。はい、お疲れ様でした。他じゃ2枚ぐらいのことしか書いてなかったんだよね。大きくなるっていう想定を。大したことねえと思うよ、うん、あ、モッツァレラじゃん。あ、そうモッツァレラだったわ、うん、あと普通の肉はあるんだけど、まあでもいいよ、うん、これだけで多分美味しくなると思う、うん、まあまあいいよね、うん、これあればね、絶対うまいね。あ、かけるやな、うん、あとこれ、どんな味なんだろう。今よくさ、タバスコかけるんだけどさ、タバスコ、そう、買おうかなと思ったけど、うん、いや、どうかなと思ってやめた。やめた。緑のやつもあるでしょ、タバスコの、うん、あれが好きなの、ピザに。あ、そう。これはね、辛みなんだよ。うんうんうん。で、そんな辛くない、あの赤唐辛子ほど。ほんと？うん。なんだろう、チリペッパーだから唐辛子じゃないんだよね。チリパウダーホットって言われてる。チリペッパー。